今日のメインディッシュは今年からピン芸人として活躍活躍することになりましたこの方です。どうもお地元の千名です。お久しぶりです。よろしくお願いします。早口。早口。よろしくお願いします。ね、ちょっと大好きなんですよ私。マスター。え、っす嘘つく。いや、本に。私昔にね番組でご一緒した時に、仲いかご一緒させていただきます。そう大好きなんですって言ったんですよ私。 いや、ちょっと覚えてないです。そうか。言ってくれられました。言ったよ。<laughs> 思って、かっこいいですよね。っていいえ、なんじゃ。え、二人おじおズボンでコンビだよ。だっていやコンビの人だから、相方さん。うん、全然イメージっていうか、あの。<礼>あんまり。失礼。すいません。影がちょっとすいません。解散されたっていうから、ね、失礼。すいません。はい 高松のこと記憶に記憶にないの高松をいやだからもうすごいなんかね大竹さんは覚えてあります高松のちょっと薄らいょちゃったいつれいでしょ本当にっとちょっと解散したんですねそうなんですよやめちゃったんですよ年末でなんでだギャラの取り合いかギャラのいやまあシビアな話するとまあ高松の42とかなってまあその この仕事を続けていけないっていうふうに多分考えたと思うんですけどそれでやめるわみたいな感じで何してるんですか今だから一般の仕事続いてるみたいなじゃあもう芸能やめて、はい、<ー>いやでもやめるときにどっかでコミュニティに会うと「やめたくねえぞ」みたいな話もしてなかった漫才はやりたいみたいなこと言ってなかったああよくご存知で、うんうん、あそうなんですよ、うん、あのー 一応その12月31日にまあ配信でそれまでその去年のな2、はい、12月去年の就活をやってたんですよ9月ぐらいから。 最後その綺麗にに終わるように、うんえー、4ヶ月ぐらい就活、うん、終わる活動をやって、うん、この4ヶ月の間にまた芸人やりたいってなったら、うん、やりゃいいしそれでもやめたかったらやめればいいじゃん、うん、っていうことで12月31日に「うん、じゃあどっちなんですか?」っていうふうに聞いたら「やめます」うんうん、あそうかやめんのか」って話だったんですけど、うん、その後に「いやでも漫才やめる気にはならなかったんだよな」って。 何を言うてんやろみたいな。漫才を続けたいんだよな。え人ニめんねんな。芸人辞めるあそんなんか就職した先でんかその余興みたいなことをするってことそうじゃなくて、シノメ君と漫才するのちょっと諦められないんだよな。だから3年後ライブしようみたいな。わけわかんこと言うて。はい。キチャクチャ腹立ってもて。腹立ったはい。腹立ってもて。やらへんわ、言うて。

さ <laughs> っきのお笑い芸人さんって仲いい人が多いですけどじゃあ俺はね別に仲悪くてもいいと思うんだよね、はい、仕事さえちゃんと、はいで。年取った人で仲悪くてずっとやってる人たくさんいるからねそうであだからちょ,っとちょっと残念だなそうですね、うん、まだ続けられたやろうとは思うんですけどでもねいろいろ考え方があるやろうね。うん 相方さんのね。え、それ今、ちょっと高松の味方。いや、ちょっとなんかね、今の話聞いてたら、めっちゃ追い込むんだなと思ったから。やいや、ちょっと追い込む。追い込む。追いだめだよ、しのみや。追い込んじゃだめだよ。追い込む。そう、はい、人前でやりたいとか言われたら、はあってなるでしょう。だかでも、春るたって。そうそう、相方を変えたいって言ってた。じゃなくて。でも、一緒にやりたいってね、三年後に言ったっていうから。えーと思って。いい。ちょっと、引いた。 引きました。今の一瞬で。いや追い込むタイプなんだそんな追い込んでるつもりなかったんですよ。でもネタも全部完走じゃん。忍野はもういろんなこと考えてやるタイプなのよ。もう面白いこと一生懸命考えて。そうですね。同じ熱量じゃないとやっぱり。 そうですねいや売れててそのね熱量低いとかやったら分かるんですけど売れてないことに関してまずここを達成せんことにはもうやめたとて後悔しか残らないじゃないですか後悔せんようにとりあえず最後やったらとは思ったんですけどいねそうなんれ 売れてないったらまあ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 ね売れてきてたそみたいなっていう感じはあるけどそ,、うん、その後の、うん、ちょっと続きが少し弱かったということかなまあそうですねまあ橋にも棒にもかからんっていう状態ではなかったんですけど、うん、そうだよね、うん、じゃマチ出てねその顔、うん、あとかって言われるかいうとはそんなこともなかったちょっと顔が忘れちゃったね相方さんのねすいませんなんかちょっともう一回ちゃんと確認しますから、うん、もうね元気でやってて聞いててくれたら嬉しいですね今のメッセージ も全部ねでもやめるってなった時に大竹さんの言葉結構フラッシュバックして一緒にやらせてもらってた時にご飯行かせてもらったんですけどその時に大竹さんが「おい四宮」っつって「芸人続けるコツ教えてやろうか」つって「教えてください」「何言ったの?」で1つは「残ろうとすなよ」っつっあっすらしい名言だね名言っす 残ろうとしたやつからやめてったみたいなだから残ろうとすんじゃねえぞ、うん、って言って素晴らしい誰が言ったのあんたやんあ、俺か <laughs> あなたや私今大竹さんが言ってたって話忘れてるんじゃないでしょうね、はい、全然覚えてないけどいやでこれが結構 深くてその時意味よく分かんなかったんですけどこ続けていく時に「あ大竹さん言ってたひょっとしたらこのことかな」とかいろいろ考えたりとかしてその一つ目の言葉が良すぎて二つ目何言われたかんですぎてお前はなから「二つって言わなきゃいいだろ」「一つって嫌かよ」「一つですごい」ってもこの話は「一つで大竹すごい」って話で終わればいいだろ「二つ目が思い出せ なんてお前。<laughs> 何なんですか。二つ目何いや？覚えてねえよ俺そんな。一 <laughs> <laughs> 個目も覚えてない。二つ目も, 1> 1個目も覚えてな <laughs> <laughs> いんだあれはなんかすごい深い言葉でしたね。まあね。ねまあね。まあ俺たちのじゃ競争激しかったからねっていうのもあって。うん、まあだけどまあ、まあ、まあ思い出してみれば。 そうだね生き残ろうとするとやっぱりそれはやめた方がいいぞみたいな面白いことずっと考えてた方がいいよみたいな意味だったと思うけどね言ったかどうか覚えてねえからなあれだけど確実に言ってましたそうですかはいそれでだからさっきも言ったようにね忍宮は面白いこと一生懸命考えてああだこうだってまあ自分も追い込んだりね漢字のドリルっていうのな難しい漢字を考いいい 難しい漢字を分解してリズム当てて簡単に覚えられる方法っていうのをちょっとはやったなちょっとはやりましたコロナ禍の時にすごいおうち勉強みたいなのがあってそこで親御さんが何をちまよったか「きこうさいちまよった」って言うなありがたいことにだってあれでみんなだって難しい漢字は覚えられたら そうなんです。ということもあったんだろう。優しい漢字を覚えさせるや。優しい漢字のやつも出したんですよ。その後漢字オールで。これはちょっとカラキシ売れなかったんです。やっぱ難しい漢字の方がいいそうなんだよね。業界はな二匹目の土壌を狙ってな。難しい漢字が売れたんだから。この簡単な漢字も売れるんじゃないかな。一二年生よっつって出したんですけど。大五さん。大五さんでした。 いや、でもいろいろ考えるから。そういうだからね。いろいろ忍びは考えて。お笑いの、なんかイメージよりも、なんか私は、ちょっと作家さんのような、なんかイメージもあったり。なんかするんですよね、うん。うん、だって、まあ、最初かっこいいとかって、今言って。そう、かっこいいですよ。顔をね、なんか言って、なんか、なんか。 <い>ちょっといいわみたいなこと言ったんだろ。こそうかっこいいですって、うん、好きです、うん、みたいなこと言ったけど、覚えてないって言うけど。うん、そう、なんか、うん、なんかとかちょっと、うん、作家さんのようなイメージなの、私は。 なんか名前もそうじゃないですか芸人さんでなかなかなんかいないようないるだろ別に篠宮ぐらいいるだろうなあんまりちょっと固いこうお前がなんとかここを広げようとしてる気持ちはよくないそんなことないけど重いよまずはね伝えてからネタここに持ってきてくれてるからねただもういろんなこと考えて面白いこと一生懸命考えるからそういうね作家的な側面もねあった

えっとここまで日本日本順とかねそんなこと言ってたんだよそんなこと言ってたんだよ一人になってどんなネタするのやろうと思ってちょっと見てみたいなと思いますよねそうですかじゃあネタ持ってきた持ってきました新曲のネタはい。でもラジオこれお前分かってると思うけどラジオだよラジオはいラジオにぴったりのネタを持ってきましたぴったりのネタをぴったりのネタいやいや俺の聞いた話ではラジオで大丈夫かなって そういうに聞いてたよ。あのひょっとこはご存知ですよね。ひょっとこしてるよ。それをひょっとこの口がどっちに曲がってるかっていうクイズです。クイズ。はい。もうネタというかクイズなんです。それラジオでわかりやすい。はい。どっちに曲がってるかってそうですか。ラジオだよ。ラジオ。はい。ぴったり。ええええ。ちょっと楽しみ。に準備してもらおうかな。でもおじおずぼんってちゃんとコンビ名をずっと引き継いでやってるアイアがありますよね。 そういう意味じゃない。や、そういう意味じゃないと思うよじゃないまうん、愛があるとか、そういうんじゃなくて、まだおじのズボンで、いや、そう、そういうんじゃなくて。おじのズボンでも、通りなで通ってるから、うん、わざわざここ。いや、だから、書いたら、人気が落ちるかもしれない。知名度を残したこうと。知名度は残しておかなくちゃと。うんうん、そういうことだと思う、ね、<laughs> やって。大丈夫。 なかなかすごいこれ、うん、はいそれではあのー、ネタねやっていただきたいと思いますネタの,あのネタのね動画は皆さんツイッターで見ることができますのでツイッターの「#」ハッシュタグは全てカタカナで「ゴールデンラジオ」ですよろしくお願いしますそれではどうぞひょ,ひょっとこの口はどっちに曲がってる 右から、左から、正解は、左 n e x ひょっとこく <laughs> 頭巾の色が変わったけど、<laughs> 口はどっちに曲がってるでしょう右から、左から、正解は、左 <laughs> 騙されたな俺のことひょっとこと思ってるんだろうまんまと引っかかった俺の正体はヒドリーレンチャンタイムレンチャンチャタイムレンチャンタイムレンチャンチャタイム これラジオで伝わるだからラジオだって言ってる、ね、も,うもう聞いてる人は何のことやら新曲聞かされたみたいなねお前ラジオって言ってただろピッタじゃないですか言ってんだろ,んだろ音使ってめっちゃ思わないけどめっちゃ思わないけど <laughs> これ動画で動画見てもらうしか手はないよね、はい いやでもすべての人が動画投稿が見れるとは限らないけどね。絶対もう絶対あれで聴いてる人もうあれだな。<笑><笑> 半分以上お前のお客なくしてると。これもうオリジナルのポーもうアカンと。もうオリジナルのポーいや私はでも癖になりましたよ。左にってあリズムこれだよく考えたなと思って。ありがとうございます。なんか塗もいいこれは何何パクったのリズムえパクってねえよ。オリジナルだよ。オリジナル？オリジナル。なんか面白いこう。 ね心地いいタイミングで左来るかな。まあでもあれだね。これは小学生とか幼稚園だね。幼稚園とかあとねあの外国の方大爆笑あじゃなんでこれ外国の人笑うの。これ何あのライトとかレフトとか言葉は変えてるの。それじゃなくていやまあその英語でも作ったんですけどまあ英語はそんなにあの見られなかったんですけどインドネシアインドネシアの人がむちゃくちゃ好きなんですよ。 なん TikTok っていうのがあって TikTok のその情報を見るとどこの国の人が見てるかってのがわって出るんですよそしたらもうインドネシアとかベトナムとかタイとかはいが見てるジャカルタとかでインドネシアの。はい インド行こうかなじゃあインド西なんか最後なんかお前前にも外国どっか行って向こうで当てようみたいなこと言ってたのありましたあの「シャッフル男爵」っていうネタでこれが台湾でバズってでちょっとはい行ったんですか大滝さんに小遣いせびってまあでもちょっとバズったけど広がりはまあちょっと弱かった最初は良かかかっったたんでですすけどねねその後続な 次はこれでインドネシアいこうでもこれやったらちょっとね録音やから英語バージョンとかそうなんですね喋らんでいいんで全然喋れへんもんねはいもともと録音していけばこんな変わるもん芸風ってっていうことで芸歴23年なんですけどね 本当だよな。本当に全然の本か。さっき、のコールキットマンとか言ってたのかな。全然違う。んいや、同じラインにいないっていうのは、ちょっとすごいな。まあ、大きく迷ってるって言えなくもない。まあ、まあ、言い方変えればね。はい。嫌い。でも、いろんなことね、頭の中で考えて、これいけるかな、なんかな。っていうのは、あれなんだよね。まあ、サッカーの人はどう思うか知らないけど。 頭の中でこれとっても楽しいんだよね。自分で考えてる。そう,ね、そうでしょう、はい。最高っす。うん、やって、これ、はいはい、で、これがなんかちょっと受けたなみたいな感触があったときは。ご、うん、自分のその考えたことを。を、はい、あ、それと近しいことで受けるっていうのは。結構喜び大きいよね。そうですね。ねだこのネタに関しては、まあ、その子供、うん、お子さんとかが笑ってくれるのも嬉しいんですけど。 なんだ、こう、海飛び越えられるんだみたいな。そうだな。それはかなり嬉しかったですね。まあ、でもな、五十歳近い春の愛も、うわ、笑ってたもんね。あの、うれしい。そう、かえて、ね、ここさんだけじゃなくて。変な言い方だけど、おばあちゃんにも受けるってことだよね。おばあちゃんにも。大阪の寄せでやった時、あのジジイババ全然笑ってくない。全然笑わな大阪のジジイババ笑う人。 でもちょっとピコ太郎的なね。ああ、なんか雰囲気もあるもんね。太郎さんやっぱすごいですからね。大阪のジブはなんで笑わなかったんだああ、やっぱ漫才みたいんじゃないですかね。はい。僕が考察するに多分漫才みたいじゃないですかね。漫才の国だからね。はい。はい。これは何もしかしたら挑戦するしたのに R1 とかそういうことになるのかね。R1 グランプリがこれが芸歴10年。 あ、あお前もっと長いもう僕二十三年なんですよ。よ全然出れないんですよ、うん。え、そうなんだ。はい、じゃあまた M ワンみたいにこのね、うん、上のクラスのまた出出、うん、たらいいのにね、うん、そういう。うん。もっと年取ってな、だから R ワンとかああいうのでな。 もうその年齢飛び越えて七十歳枠とかっていうのはできればなねシニアになったらねそうだねであと三十年我慢すれば出れるししゃ我慢でしょうで本当も声変われへんしねずっとできるしね若い声で動きはちょっとゆっくりなるかもしれんけど家のうちにね声貯めといて面白い他にも見たいはこれこのバージョンいろいろあるんですかこのバージョンはいえ何なのこれで これお面の種類をちょっと変えたりとか最後「イタリア」って言ってイタリアになってましたけど例えば明細にしてミリタリーみたいななんかでもさインドかなどこの国か忘れたけどお面のすごい早変わりの国中国です中国かあっという間にお面の変わるとこもう驚くくらい早い驚くくくらい本気の芸ですよねあれねあれあれよ やれよって。<laughs> <laughs> あれね、んあのー、ん著作権とか,か。チョップリンご存知ですか？ うん、シトゥチョップリン、チョップリンの小林さんって方が数年前から手をつけて、あ、やってんの？変面やってるんです。そう。みんな早いねやっぱり面白いのはね。営業でむちゃくちゃ受けるんですって。あ、そうなんそうだろう。チョップリンのはまた小林がやりそうなことだよな。あいつ変面ですね。いやでもひょっとこ面白い方、ひょっとこは左なんですか全部？いやこれが右もあるんですけど、あるんだ。あるんですけど、この左の面が一番可愛いんですよ。 あでもなんでそうなのこれ職人さんが作ってて、うん、実は工場じゃなくて職人さんが作ってて工場で作るとお面ってすごい平べったいものになるんですけど、うんうん、この深さ出すには職人さんの腕が必要なんですって、うん、でほっぺたのこの赤いのとかも、うんうん、職人さんが一つ一つこう手でえちょっと見せてみるよどうなってんだってセルロイドだろそれ違うのセルロイドなんですけど お祭りのねお面みたいな売ってるお面みたいな感じですけどこれお店で売ってるようなやつじゃないのこれお店で売ってるのが実はすごい職人さんの技術が詰まったお面なんですよ。でこのほっぺたもこうシュッシュッてやってたんですけどコロナ禍で祭りが減ってもうてしかも職人さんが高齢なってもうてもうお面製造中止になっちゃったんですよ。えお祭りりあんまでも あおかひょっとこのひょっとこはこうセルロイドじゃなくてあれなんか木彫りみたいなとかあの紙,でそうあ紙で作ったりするの、はい、あるんですけどああだけどこのセルロイドのお祭りで売ってるようなのはもうあまり売ってなくなっちゃう、はい、この左のはないんですよない<ー>ないんです、ね、もう僕は最後買い占めました <laughs> 買い占めた だっこう百均とかでもひょっとこのお面売ってるんですけどそれ右なんですよでもちょっとそれはでもお前の主観だろいやちょっとこれは持ってくればよかったですね比べていただいたらもう全然可愛いくないんでこねあとねさっきのネタでねえ右来るのかなって思ってしまってたはい。 出てこないんだ右と思って。今日は出なかったですね。出るときまでなの？そうなんですよ。五十パー五十パーなんで、右か左側。ジラス、ジラス、ジラスこのネタ。ジラシパック、ジラシパックですね。え、そうなんだ。そうなんですよ。え、面白いなでもなんか。ね面白い着眼点ね。これいくらすんんでこれがえっとお祭りとかだと七百円ぐらいなんですけど、もう今はなんか。 アマゾンとかだと、うん、1>, もう1枚1,000円とか、うん、高いんですよ。手作りって